5時くらいまで起きたらしいよ。5時ハッシュタグ渋春起きろで殺さすか。渋谷春寝坊、渋谷春寝坊。だって昼ぐらいって話してたよね確か。うん、まあちゃんとやるんだったら昼の方がいいよねっていう話はどこだしたけど、まあ、厳密には言ってないよ。なんとか地帯に平日の昼からがまさに確かに。もう言うてでももう寝坊の時間でしょさすがに。もう寝坊、もう寝坊よ、これ30は寝坊よ、もう無理よ。だって下手するともうもうすぐあれよ、なんとか柴原カスタムあるでしょ。確かに柴原カスタムあるよ、9時から。そうでしょ。え、まあ、4時でしょ、あ3時半でしょ、4時、あ5時までに起きてこなかったらもう寝坊やね。寝坊ってかもうアウトやね。何時間出るやん、すやすやしすぎや。実際10時間ぐらい寝てるよね。うん、ランクがなくなってからもうすやすやなんよ。まあいっかすやみたいな。なってるな、たるんでんなこれ。あるんだろうな、ランクに借りやすしかないぞマジで。ランクでうわーグレッチだーって言ってる姿をもう毎回配信載せないといけない。眠い。結構早く起きなかった、早く起きちゃう。なんか昼ってか昼ごろつってたからさ、ちょっと早めに起きとこうと思って起きたんよ。俺もそれ予定して早め起きてこんのよ。誰とは言わんけど起きてこんのよね。誰とは言わんけど、うん、誰とは言わんけど起きてこないなぁ。お電話しても起きないですね、もしかして。これはもうこれ電話しても起きない、爆睡ですね。爆睡丸。すやすやしとけよ。すやすやしとけよ。起きたわ今。うん、起きて一番最初に何やんのって来た。何やんの。何やんのっつって、もうちょっとかかりそうなんで、も一斉曲。まあいいよ。何やんのって来て、え、あれ見なよっつったら、あーっつってた。あーちゃう、あーちゃう。そうで時間決めてなかったやつねっつってた。でも昼頃やろうっつってたよね。そうそう、確か昼あたりにやろう、明日。あ、昼あたりに行ったよね確か。まあ厳密には言ってないよ。厳密には言ってないけど4時は違うでしょ。4時はもうだって千葉からカスタムあるやん。うん、早く来てくんないと、でもまずいな。あっ、来た。おはようございます。おはよう。おりすごい声してる。寝起き2秒の声してる。寝起き2秒よこちら。マジで寝起き2秒よ。配信中です。はい。何時に寝たの。うん、7時か8時くらいじゃない。めっちゃ寝るやん。まあ、厳密に大事よ。まあ、厳密に俺たちが時間決めてなかったからだけど。私そう時間何も決まっとらんのよ。え、でも昼って言ったら昼ぐらい。そうそうそう、大体昼に僕が起きるわけないやん。ならちょっと昼なら絶対無理や。逆に僕だから一回どっかで適当にやるって言っとるやんね。あれ時間何も。あ、そういうわけだったのあれ。そう、時間何も決まってない。ヒエツと昼がいい説って言ったから。あ、まあ、うん、昼がいい説は書いてるけど。これどっかでやる説あれだと思った。日にちのことかと思った。僕が起きるわけないべ。僕が。まあ、確かに。うん。確かに言われてみればそれはそう。そうそうそう。うん。